日本政府の発表でなかなか信用できないって外にいる人たちは思っているんですね。なのでその人にしてみれば、なんで地元に移り住む人がいたい、日本政府が信用できないっていうことが、そんなことはなくて、ほとんどの人は政府を信じているということがあります。基本的には信頼してますけど、私は絶対的な信頼を置いているというわけではありません。実際にいろいろ計測された量が、例えば病院のいろんな検査とかで使われている医療被曝に比べて小さいものであると、そういうようなことからですね、ここに暮らすことがすぐすぐに危険であるとは考えていません。そういう街って原発批判はできないんでしょうか。裏切られたっていうような感じで批判してる人もいますし、まるっきりもう原発は反対だっていうことで批判してる人もいますし、ただ割合でいうと多分そんなに多くはなくて、事故を起こした福島第一原子力発電所の廃炉のための作業がすごく大変なんですよ。でどうしてもこれはしっかりとやってもらわなきゃいけなくて、まあ、それに関連した人たちのね、気持ちやプライドをあんまり傷つけるようなことはするべきじゃないかなっていう配慮はこれ働くことがあると思いますね。誰がどのようにして決めるんですか。文部科学省の原子力災害賠償紛争審査会と聞いています。通常に裁判する方法もありますし、まあ、弁護士入れるなりなんなり、紛争を解決する、ADR とかその辺かな、そういうような仕組みはあるので、ただまあ非常に時間はかかると思いますけれど、実際東京電力だったり国っていう当事者がそれが適切かどうかという最初の判断を行うということを当事者が行っているということで、第三者というものが、ね、入りにくいシステムになってないかという、日常生活森林の運転にどのような影響があるんですか。お金があるだけで解決できたりすることとかもあるので、まあ、例えば移住するにしても仕事を変えるにしても同じように賠償金をもらえてたら、もっとちゃんと違う生活を始められたような人でもお金がないから始められなかったりとか失敗したりとか、そういうのも見てるんで、そういう人たちにどう声をかけていいのかっていうのはちょっと心理的に負担にはなってます。問題なのは、町を復興させるとか、政府や電力会社に対してまとまった町が良くなるための援助を引き出すっていう時にバラバラになってしまいやすいと、大きな仕組みを抱え込んでるんじゃないのかっていうのが割と外側からの先生、そういう話も出ないような町で全く馴染みがなかった、精神的にどうにかなったらどうなるのかもよく分かってないと。もちろん精神医療への差別っていうのはどこでもあって、東京で働いてる時でも感じたんですけれども、やっぱりこちらの方がその程度は強いです。なぜまだ原発が廃止する方向へと向かっていないのでしょうか、日本の中で。まあ、まず私自体は原発に反対ではないので、どうにもならないというか、経済を成り立たせることで発展してきた国なので、まあ、原発に代わるエネルギーが見つからない限りは原発は捨てられないだろうなっては思ってます。やっぱり経済が支えられてないと日本が衰退しちゃうとか、一人一人のどっちかというと利他的なね、自分の国民仲間を良くしたいっていう、ある種道徳的なね気持ちがすごくモチベーションになってて、私が日本の国のシステムの社会の大きな特徴でありいいところでもあり問題であると思うのは、道徳の問題と政治の問題と経済の問題が結びつきすぎちゃってるんですよ。